さあ行きましょう、続き。3人になっちゃったけど、ちょっとね、不安だよね。まあでもこのメンバーでやるしかない。敵はそんな強くなかったから、まあ普通に殴っても、あ、でも結構食らうは食らうんだね。まあまあまあ、でも、ボタン連打で良さそうは良さそう。まあその分経験値少ないですけど、私の統計によれば約70%の人はまず右を選ぶ、ブリックロード。これ誘ってんじゃねえか、これ。ねえ、じゃあね、乗ってやろう。この看板はぜひとも記憶に留めておくべきだろう。なるほどね。今は行けなくともいずれたどり着く場所もある。なんか、いろいろこう、ね、語ってくれますね。まず最初に目指すべきは4本のロープなり。4本のロープ。なるほどね。あ、宝箱ある。あれ拾っていこっか。持ち物欄もかなりちょっと厳しいんですけど、モロヘイヤスープ、いいですね。健康食。行き止まりにはアイテムを置く。自由勝手に持ち去るべし。 OKOK、 ありがてえ。どうしよう。上行くか下行くかだよな。ダンジョンを作るとやがてはモンスターが住み着くものだ。 なるほど。行こう。おお、何これ、休憩所？喫煙所かこれ。まだまだ先は長いのだ。一休みする余裕が身を助ける。お、これ何？ダンジョンにトライするときは身も心も清らかにするべし。トイレかこれ。あ、トイレだね。 俺なんでこんなところにトイレ、ん？あ、じゃあ、あれ、ん？俺か。俺なんでこんなところにトイレに入ってるんだろうな。俺って誰なんだろう。あ、気になっちゃったらごめんね。本当に何でもない男なんだ。まあ、モブキャラって感じだけど、どうリアクションしていいかちょっとわからんよね。いまいち敵なのか、アイテムなのかよくわからんけどね。この宝箱的なのなのか。かなり歩いた。行き止まりにはかなり便利なアイテムがある。オッケー、拾ってこう。命のうどん、いいねー。いいですね。なんでしょうね、ザオリク的な魔法って覚えないのかな。あくまでもアイテムで蘇生しろっていうことなのかな。どうなんでしょうね。5ドル。あ、なんか下に セーブポイントと、あれだね、ATM ある。楽なところにアイテムは、楽なところにあるアイテムは期待外れの場合が多い。なるほど。いろいろこう、あれなんだね、ダンジョンのさ、セオリー的なのをこう教えてくれる感じだね。OK。熱いコーヒー。OK。僕、基本的に、スープ系とか、もう熱くないとダメな人なんすよね。あ、4本のロープあるな。ラーメンとかさ、おでんとか、ああいうのもね、全部もう、舌ビリビリってなるぐらい熱いのじゃないとね、ちょっとこう満足できないんだよね。左の看板の意見には全く同感である。労力を惜しむなかれ。さればよきアイテムが得られよ。労力を惜しむなかれ。まあ、あれか、奥に、お、ね、奥の方に行けば行くほどいいアイテムがあるってことなんかな。4本のロープがあります。ヘビ。そろそろアイテムランいっぱいなんじゃない？大丈夫かな？こっちから来たんだっけか。ちょっとわからなくなっちゃったけど。オッケー、ナイス、パッツンのスマッシュ。パッツンスマッシュです。あ、やばいやばいやばい。パッツンちょっとやばいね。もう倒しきりたい。よしよしよし。アイテムでなるべくだったら回復させたいけどな。モロヘイヤスープ。スカラビ、メイさんの夏野菜。高い栄養とあっさり味が、好まれている約80。よし、使おう。OK。あ、これは、前聞いたから来てる。あ、マジックバタフライいるな。捕まえてえな。でもこれ、スクロールすると消えるんじゃない？多分。敵も出てくるしね。
俺消えるよ、多分。OK。多分。あ、いる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 。いるんだったら、いるんだったら、いるんだったら回復してえな。OK。間違えた間違えた。よし、まあ、こんなもんでいいだろう。よし、行くぜ。こいつもラム敵だから。オッケーオッケー。背後取った。でててて突破しちゃうよ。とりあえず、そうだな、ロープ。わ、なんかすごい、いろいろ置いてあるね。メッセージのない看板を立ててみたいものだ。なんかいろいろ置いてあるな、これ。敵か？いや、違うな。4本のロープ。隣のロープの方がなぜか怪しく見えるものである。隣のロープの方がなぜか怪しく見えるも全部同じかな。あ、同じだね。何でもいいですよ。左から行きます。まあ、どれか正解なんでしょうけどね。これ、ダメか。精出せば、凍る間もなし、水車。わからん。私に何を求めているのかがよくわからんね。でもなんか見えるなこれ。隣、あーこれもダメか。失敗は成功のマザー2である。あざーす。ちょっと何言ってるかもうわかんないよねこれね。完全趣味というか自己満の自己満ダンジョン。これが正規ルートか。あーなんかそれっぽいな。正規ルートっぽい。隣行き止まりだったもんね。ここは私の体の2階であるブリックロード。ダンジョンとは何ぞや、私の永遠の問題。哲学持ってるね、いろいろね。敵強いのかな。どうなんでしょう。あ、これ強いんじゃない。いや、強いけど、でも3人で1体倒せるの。これ魔法やだ。うわぁ、これはやだな、これな。魔法撃ってくんのか。でもさ、魔法撃ってくるってことは、魔法吸えるんじゃない？多分。PP。ここはちょうど私のへそのあたりである。ってことは、まだまだ上があるってことか。ここに流れる音楽は私の自信作である。作曲作詞？面白いね。これ看板置いたくなっちゃうもんね。雪止まりにはアイテムがある。ただし例外もあるであろう、スマル。うん、看板をさ置いたくなっちゃう。これ面白いね。ボタン連打でいったー。パッツンスマッシュ、怒りのパッツン。オッケー。そしてここに漂うフローラルな香フローラルの香り、うん、石原さとみの香り。匂わぬものは鼻が詰まっておる。はい、あ、ちょっとフリーズしましたね。鼻が詰まってる。なるほどね。僕もあまり鼻は良くないんだよね。春先なんかはね、もう花粉症で鼻グズグズだから。ピザ。オッケー、ピザ使おうか。ガリガリ君結構食らったよな。オッケー。ダンジョンとは辛いものなり、そしてまた楽しいものなり。はい、あざーす。インスタントガッツ。いらねえけどな、インスタントガッツとか。まあバフになるからいっちゃいいのか。これはサイコキャラメル。あ、これはいいぞ。 PP 回復。この上にはモンスターがうようよいるであろう。心配はいらぬ。心配いらねえんだったらじゃあその言葉信じていくぜ。いねえじゃねえかよ。突っ張りダック、離れてさえいれば良きペット。なるほどね。あの、クマとかもさ、なんだっけ、ね、上から見る、動物園とかあるじゃないですか。ああいうので見る限り、絶対的な、安全地帯から見るクマだったら可愛いよね。可愛く見えるよね。ここは私の体の3階である。なるほど。なんかいるな、結構な。暴れゴート。暴れるタイプのヤギである。それこそ、これ本当にあれじゃない？動物園みたいな感じになってんじゃない？あ、なんかバブルスライムみたいなのがいるね。ぐちゃぐちゃ。時々小さなゲップをするブリックロード。これどっち、上下、
あ、こっちで行き止まりか。濡れタオル。お休みベンチ。疲れがすっかり取れ、気力体力が回復する。え、マジ？へえ。おー、壊れたアイロン直した。ネバネバマシン。あ、だよね。あ、主人公なんか状態上食らってたのかな。ネバネバマシンやっぱいらねえわ、問題なし。あー、お休みベンチね。あ、この看板に話しかけると、ここでさ、あれじゃね、無料で壊れたシリーズ直してくれる可能性もあるけど、ネバネバマシンいらねえな。うーん、いらない。捨てるか。いや、まあ一応持っとくか。まあ運送屋でしょうね。運送屋に預けちゃうかな。あー、ちょっと処理重いかな。ゆっくりゆっくり動いてる。スローリーな。よくぞここまでたどり着いた。という看板が上の階にあるであろう。じゃあここに置いといてくれよ。ツッコミどころ満載。よくぞここまでたどり着いた。あー、お約束。そして、なにこれ、おっさん埋まってる。そこの顔は私のである。気軽に話しかけてみよう。顔埋まってるぞこれ。ウェルカム。何、久しぶりでやんす、ガリガリさん。ずっと前にウィンターズで会いやした。ブリックロードでござんす。アンドナッツ博士のおかげでついにダンジョン男になれたんでやんす。んやす。あんた方さえよかったらしばらく一緒についていきやす。そこにあるおかえり穴という穴から下に落っこちて、外に出て歩いてみておくんなさい。はい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 、これか。いや、ちょっと待って、まだ行きたくねえな。ちょっとまだこの先ありそうだから。あれ、でもこれ行き止まりだ。サラバーナ、いずれ勇気を出して飛び込むべし。あ、これ、あの、自殺しちゃダメってやつかなこれ。じゃあこっち行こう。これで、はい、下に戻るってか。戻ってきたかな。あ、宝箱。これ IQ カプセル、 IQ カプセル。はい、じゃあパッツンさんで。パッツンにやればいいのかね、えガリガリ君にやればいいのかちょっとよくわからんけど、この看板はぜひとも記憶に留めておくべきだろう。そういうことか。ああ、戻ってきたね。あ、ちょっと待って、病院もあるし。あれ、これスタート地点だったっけ。違うか。ああ、これスタート地点か。そっかそっか、左行くとこうなってたんだね。そっかそっか。医者と看護婦を雇うのは男女の持ち主の義務である。なるほど。このベンチはチェックすることはホテルにチェックインすることに似ている。これでセーブができるってことね。エスカルゴ運送。ちょっと待って、鷹の目。ちょっと待って、エスカルゴ運送、鷹の目持ってきてくれるんだ。いや、ちょっと待って、持ち物欄、あ、いい、一つ空いてるわ。なんか自動で持ってきてくれることになってんだね。で、ここに医者がいるとな。はいはいはい。え、じゃあちょっと待って、もう用なしってことだから出て行っていいのかい。そういうことか。これまた出ると何なのこれ。次なる展開が待ってんのかな。あ、こいつさ、キラーカップ、こいつらなんか全体攻撃打ってくるのがちょっとうざいっすね。クッキー、やばい、ちょっと持ち戻らんがもういっぱいだ。よし。いやー、おーおー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。なになに、スーパーチューチュー。壊れた筒。スーパーチューチューとはなんだ。ネズミがなんか絡んでくるのかな。ちょ、あ、じゃあこれパッツンだ。ガリガリ君、スーパーチューチュー説明。ガリガリのグッズ、敵全員から体力を吸い取る。敵の体力が大きいほどたくさん、あ、すげえじゃん、強えじゃんこれ。これボス戦でさ、いけんのかな。え、来た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 。ちょっと待って、預けたいものもあるんですよ、いろいろと。エスカルゴ運送、はい、お預かり、オッケー。さあ、じゃあ戻りますよ。あ、やばい、あ、大丈夫か。ちょっと背後取られたかなと思ったけど大丈夫でした。はい、全体攻撃。
オッケー、ナイスー、ナイスー。さあ、外出ると、今度はどんな展開が待っているのか。はい。特に何も変わってないぜ。あ、これ、こいつ、ニサタコ消しマシン使っていれば、消える?一発で、いくかな?あ、ダメなのか。いや、タコに、丸でタコなんて、もういっちゃってるもんね、これね。でもタコ消しマシン効かねえのかよ。オッケー。さあ、行こう。おお、なになになに、すげえすげえすげえ。なついできてるね。仲間になってんのかな?どうなんだろうね。面白え、これ。命のうどんとか、ちょっと預けておくか。うさぎ好み、人参とか。塔の鍵もいらんでしょ、これ。塔の鍵、ネバネバマシン。どうしようかな。壊れたスプレーもいらない気がする。多分これディフェンススプレーだよね。まあいいや。濡れタオル、ヘビ、強いぬいぐるみ、ヒエログリフの写しもいらん。よし。じゃあね。最高。いいね。面白いね。こいつ戦ってくんねえのかな。いや、さっき戦ってくれなかったからな。お写真が来た。いいね。さあ、写真撮ってくれ。遮るもの何もねえな。最高。結局さ、どの方向向かっていきゃいいんだろう。なんかしてるけど、いいのかな、これ。なんかしてる、ちょっと待って、これ確かさ、地図見れるんじゃなかったかな。なんかはできるけど、ダンジョン男、これはなんとヤシの木にウック挟まれて、動けない、まあ、動けなきゃ動けないで、足は別に構わないでやんす。一応さん、大変お名残惜しいですが、ここでお別れしよう。ここ、それだけかい。はい。特についてきたからどうこうってのはなかったな、何もな。あれ、行き止まりだ、でも。この川の向こうは魔境と呼ばれる恐ろしいところだ。怪物は強いし、毒の沼は歩くだけで体力が減るぞ。川を渡りたい。ああ、もう行くしかねえだろ、これ。沼はそこなし、泳いで行っても引きずり込まれちまうぜ。サブマリンでもあれば話は、サブマリン。なんだか、サブマリンの説明がないな。サブマリン、東方なんてね、昔言われてた野球選手いましたけど、サブマリンの情報よこせ。それ。なんだ、サブマリンってなんだ?津軽なまりだとサブマリンなんだけどね。なんだ?どこで取れるんだ?そもそもそれは何なんだって話だよね。ガリガリ君、なんかそういうさ、マシン作れないのかな?ちょっと、あった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 高級 UFO 何気に硬いんだよな。何気に硬い。OK。よーし。いいね、レベル上がるね。レベル上がるね。グッズ。命のうどん。うどん食って生き返るつもね、これね、なんという、まあ、世界観。お前なんか知らない？サブマリンでやんすやすか、それでしたら確かそう、このガラクタの中にありゃあるんかい。ちょっと上がってきておくんなせ。鍵ないよ、もう。上がってきてってか。あー、なんかあったよな。敵もういない。あの左の方にさ、なんかあれだよね、ガラクタあったよな。あれ、これ取ってなかったっけ。これどうやって取るんだろう。ちょっとわからんな。ちょっと待って、これちょっと気になるんすよ、これ。この宝箱。これ、
どっから来る。あ、敵いるのか。めんどくせえな。弱いからこれ逃げられるんじゃない？あ、逃げられるな。こっちから、いや、いや違うかな。いや、わからんな。まあ無理してこだわらなくてもっていう感じではありますけど、でも一度気になったら気になるよね。俺どうやって取るんだろう。なんかすごくいいものなのかな。これこっちからこう来なきゃいけないのか。あー、なるほどね。あー、ダメ、逃げられないのか。めんどくせえな。全体攻撃来るしね。めんどくさいね。はい。いや、待てよ。全体。まあいいか。よーし。パッツン3で、3で生き残ったぞ。コーヒー。この流れでコーヒーは飲みたくないなっていう。よっしゃー。いや、じゃあまあとりあえず多分この左の方向にね、左の方にあるこのなんかあれじゃない、あの潜水艦みたいなやつ、あれのことなんじゃないかな。ちょっと上まで行きましょう。上まで行くよ。もうね、どういうルートかね覚えてないんだわ。うわ、なんだこれ、すげえなんかいかつい、メラメラと燃えてる何かが。これ来てないのか。看板を立ててみたがいらなかったかな。なるほどね。そういうのもあると。これ、これベンチだ。あれ？どういうルートだったっけ？もう忘れちゃってるよね。ルート。どういうルートだ？ですね。こっちか。こっちだな。どうだったっけ？こっち行って。あれ？こんなルートあったっけか。ロープ登ったっけ？覚えてない。あ、だ、登ったな、登ったな。そうだ、そうだ、そうだ。登った、登った。で、この辺にいるんじゃなかった？あれ？いない？違う違う違う、この上か、この上だ、そうだそうだ。よし、ここにいるはず。あ、いた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 。このダンジョンの奥にくたびれたサブマリンがありやす。そいつで向こう岸に渡ってくだせーやし。この奥にあるさらば穴という名前の穴がサブマリンの場所へ通じるでやんす。くれぐれも落ちる穴を間違えないでおくんなさい。さらば穴でやんすよ。縁があったらまた会いやしょう。こいつのこのテンションにいまいちこうね、付き合いきれないわな。あ、バリケード避けてくれてる。おっちゃんやってくれたんかな。ねえ、さらば穴、勇気を出して飛び込むべし。行こう。よーし、この穴に飛び込むと、サブマリンがあるとね。オッケーオッケーオッケー。このルートじゃないと取れなかったんだ。魔封じのリボン。ちょっと待って待って待って。これなんか強えんじゃねえの。魔封じのリボン。魔封じなんてもういっちゃってるもんね、これね。パッツン専用のその他装備。身につけるとラックも上がる。魔封じのリボン。その他。いいね。上がるね。行こう行こう。さあさあさあ。なんか魔法効かなくなるとかそういうのあるのかな。はい。ダンジョンにこそ電話を引く。賛否両論で。まあ一回セーブしとくか。すげえ金入ったわ。しばらくセーブしてなかったからな。オッケー。古い乗り物のコレクション。それは私の知られざる趣味である。ブリックロード。あー、すげえ、なんかタクシーだね。エンジンのないタクシー。走らぬものも美しい。多分これだと思うんだよな。
ドーナツ博士からのいただき物である大事に使う、これ回復するやつ、エンサントイナジーマシン、これは瞬間に、はい、オッケー、ナイスー。そしてチャリ、錆びついた自転車、錆びこそ完全なブレーキ錆びついたマシンガン、これか、くたびれたサブマリン、黄色いのはたまたまである、オッケー、いただくよ。これガリガリは壊れたサブマリンをチェックした。よし、これはまた動くぞ。これどうやって持ち運ぶの、これ子供3人でさ、これね、持ち運びできんのか、これ一応たちはガリガリの修理したサブマリンを運び出した。すごいね重機で引っ張ったりとかしたのかな。おーおーおー、なんだこれ、すげえすげえすげえ。てかさ、この子たちこれすらも運転できんの、これ免許ね、ね、免許ないんじゃないの、免許大丈夫か、これ意外とあのね、他国の軍隊とかさいたりするからね。うん、あ、やばいっすよこれ、気をつけないと。さあ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 、この先魔境なんてね言われてるからね、ちょっとどういう敵が出てくるのかね、どういうボスが出てくるのかわからんけど、あ、猿いる、猿、猿いますね。はい、そして、あ、あれ、もしかして戻れんのかな。トゥルルルル、あー電話だ。これはなんか猿いるから、これ風船ガム用意しといた方がいいのかな、これどうなんだろう。この森の中にお猿の宿があるんだ、ただで泊まれるよ。泊まっていくか、まあ今全開だから別に行っちゃいいんですけど、でも一回泊まることによって、もしかしてまた壊れたシリーズ直してくれる可能性はなかったはいはい、ダメか。まあ何回も止まってりゃあれだろうけどね、直してくれると思いますけど、どうしようかな。じゃあここでセーブして一回区切りますか。はい、というわけで、今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。